どうも、おはこんばんにちは、ホビドアです。ダークソウル2ブレイス再開していきたいと思います。さて、今回は前回言っていた通り、この穴から飛び降りたいと思うよ。ってことで、もう死ぬ気がプンプンするんだけど、とりあえずこの銀猫の指輪装備だ。飛び跳ねる猫をかたどった銀色の指輪、装備者の落下ダメージを軽減する。古い伝説によると、年下た猫は魔力を得て別の何かになるのだというとのことだ。別の何かになられると困るな。さて、では取りに行こうか。どうなるのやら。ということで、ここアイテムが一つあるんですよ。アイテムが一つあるのと、この下の方に落下できるかどうかが問題だな。俺こういうのすげえ苦手なんだけど、ここだよね多分角度的に。はいと、死ぬかと思った。はい、エストビンデッド回復だ。ふー、行くぜ。これ失敗した瞬間死にますよね。こんな感じこんな感じだよ。下まで結構アイテムが続いているな。ちなみに全然ソウルは今ないので死んでも問題ないんですけどね。これ HP 最大値にしといた方がいいのか、道中で HP 足りなくて死ぬんじゃねえのか。はい、もう一回。これはちゃんとしたところに本当落ちないとダメだな。ミスると終わるぜ。私のこのプレイスキルで大丈夫なんだろうか。かなりやばい。ちょっと当たる範囲が、はいっと、まずここデストビンガブ飲みナウト。ここぶっちゃけエスト飲む必要ないよね、多分降りるのに。この死体があるところらへんから、ここってことでいいの。ちょっと待ってね。はい、ちょっとね、自分の予想してるところより、あ、ファロスの石だ、やった、これ欲しかった。ここからが問題なのだけど、どうすんの？ここからあそこ？こっちの右側のところ落ちたら終わりますよね、多分。でも、それ HP 足りなくねえか？ここから落ちたら多分死ぬぞ、俺。もしかしなくても。やってみるけど。HP 足りてねえよな、多分。何、あそこ階段かなんかあった？階段ないよね。階段ここら辺にあったんだよね、確か。もう一回ちょっと調べに行くかな。人の像を使う？あそこまで行った時点で。それでもうちょっと下の方に行けるか。テストかな。どうだろう。人の像を最悪使った場合、落ちたら、亡者か、まっしぐらだよね。まあ一つぐらいもったいないってことはないんだけど。まあもったいないっちゃもったいないか。まあ探索のためでしょうがないよ。もう一回行こう。皆さんちょっとお待ちくださいね。はい、はい、やばいやばい、 HP の残量がやばい。階段はないかなと。やっぱねえかな階段。はい、ここ落ちたらアウトか。じゃあ階段ねえんだったらね、え、多分ダメですよね。ここからジャンプしろってことか、向こうまで。ああ、そこに階段があるけど、いけるのそれ、ジャンプで向こう側まで。ああ、と俺使う順番間違ってる。イベントリで人の像を一回使用してから使えばよかったよね。ヒューマニティレストア、今現在ちょっと祈ってるんだけど、向こう側に、向こう側というか下の方に着いたら、あれがあることに乗ってるんじゃない、かがり火。ないと終わるよね。はい、ちょっとダッシュして向こう側行こうと思うよ。おっと、あ、大丈夫だった。何その余裕、ほとんど食らってない。毒、あー、毒焦げ玉か、いらないわー、すごくいらない、すごくいらないな今のは。どうするよ、さらに下行けるよ、あそこ。はい、ほとんどダメージなし。どっかついた、防御、成人帽子、かがり火なう、かがり火なう。絶対着方が違うけど、まあいいや。
あと気になってたんだけど、これわかる？フィールドの色が違うんだよ。ここ赤、赤、赤。ここ白。白って何？まだボス生きてますみたいな。ボスいそうだよね、ここら辺。さて、こっちまで行かないよ。下まだ行けそうだから、ソウルをあんまり持ってないうちにアイテム回収しよう。素晴らしいところにいるな、敵が。敵じゃないけど。どうする？こっから行けんの？無理に近えぞ、これ。行くぞ。私は生きています。皆さんいかがお過ごしでしょうか？私はまだ生きています。ホビドワです。ジャガンの指輪？何その、俺の右腕がみたいな。ジャガンの腕輪って何さ？しかもプラス1だよ。もうじゃじの、これじゃない。次の目は多い印、これか。再生の指輪違うわ。サウロンの目が映ってる。敵を倒した時に HP を吸収する。ああ、それね。それな。いいね。どのぐらい吸収するんだろう。スズメの涙だろうな。嫌 なところに止まった。ここから無理だろう。よし、大丈夫だった。帰還の子ね。よし、ここから帰れと言われてるようなもんだよな。お前帰れや、みたいな。これより下ないよね。ないよね。はい。皆さん、私は頑張りました。やりました。私はやった。ここら辺に私はやったと書きたいところですが、まあいいでしょう。HK 徐々に低下する刃の指輪を入れて、生命力どのぐらい落ちるの？これ外すと。ぶっちゃけもうそんなに変わらないし、この HP を、敵を攻撃した時に HP を回復する。敵を倒した時に HP を吸収する。あ、倒した時か。あと、重てえな、お前。めちゃくちゃ重たいわ。じゃ、今、このままでいいか。もうしょうがないな。これまたかがり火ないの？あ、いいんだよ、別にかがり火出てきても。何、ここも聖人帽子？アイテムが向こうにあるのは見えたけど。ああ、お前はいいわ。明らかにあの道中に穴があって、そこから落ちる気配しかしねえわ。あ、外した。最悪だ、あいつ。あいつ最悪だ。アイテム大量にあるな、しかしここら辺。ほっと。ミミックじゃないことを祈りつつ。肺の指、こう？こうだよね。肺の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 装甲。石化耐性を高める。おお、いいね。どのぐらい高めるんだ？めちゃくちゃ高くなってる。400だぜ、400。高すぎだろ。何それ、有効。あと、あそこ行くのはちょっと諦めよう、今のところは。嫌な予感しかしない。あとは、とりあえず猫の指輪装備して、ここからタバンガーかな。よし、猫の指輪、猫の指輪。外したばっかだけど、再度装備。攻撃力、そんなものはいらない。ってことで、転がろう。すげえ、ダメージ入んなかった。気管の骨。帰れとおっしゃる。私に帰れとおっしゃる。しばらくお待ちください。こいつ火ついてたんだけど、火の蝶を入手。火の蝶って何さ？なんだろうな。こいつらミラーみたいな感じですね。で、これだ。はい、オッケー。いや、なんだろう、このスムーズに、強いやついる。スムーズに進行してるんだけど、大回復。おお、でも奇跡使えない。奇跡などいらない。あ、場所が悪いな。あ、いつもの強いやつだね。ここからやる必要ない。来いよ。来いよ、ブラザー。あと、お前はあんまり足取られないのな。なぜ落とせない？はい。こっち空、無駄に攻撃力が高いからな。では、こいつがいるってことは何か守ってたんだろ？いいんだぜ、別に良さげな宝箱があっても。一回攻撃。まさかのトラップはないよな。なかった。尊き者の、またこれか。これ武器に雷属性追加だっけ？微妙なんだよな。言ってはなんだけど。
いいものにはいいものなんだけどね。はい、よっと。どんどん進もうか。とりあえず、かがり火どこ。ごめん、俺こういうところ知ってる。歴代ダークソウルシリーズにある俺の嫌いなところですよ、これ。あれ、鎖谷とか、前回だと何だっけ？前回が鎖谷だけど、おお、途中から切れてる。気づかなかったよ。危ねえな。こういうの多いの、もしかして。これとか、これとか、これ違うわ。ん、嫌な予感がするけど、どこから降りようかね。アイテムがある方角に行きたいよね。これ崩れそうだな、すごく。あそこアイテムあるわ。行くか。ああ、行けない。そんなと思っただろ。俺もだよ。俺もそう思ったよ。でも行けるよ。ほっと。いい子のみんなは真似しちゃいけませんよ。マデューラのクレイジーボーイと言われた主人公ぐらいですよ。こんなことやるのは。やっちゃダメですよ、皆さん。というか、ここら辺、アイテムばっかだな。いいの？それで。ここら辺来るの想定されてないのかな？向こう側から。降りていいの？これ。なんかどっかに通じてるの？本当にこれ。降りたら即アウトみたいな場所にしか見えないんだけど、俺。向こう側にはしごがあるので、そちらだな。敵が来ないことに違和感を覚えてるんだけど、俺。あ、地面だ。宝箱ーっと。憎しみの証。憎しみの証って何さ？憎しみの証って何さ？そんな証はいらないよ。その場で松明を着火する。場所に付随し何かに変化する。はい、錆びついていこうか。何色でこうというけのみしろぬ。どこだ？ないな。ないな、普通に。憎しみの証あった。他の世界の主を倒した証。倒してないですよ、俺。そういうアイテムか。イベント用のアイテム？ PVP やるとあれ手に入るよっていうアイテムかな、多分。憎しみの証なんていらないってことですもん。うん、すごく嫌な予感がする。わかるでしょうか、変な音がしてるのと。何？どこからね、今の。毒屋行ってきてるやついる。クズ族、どこに起こされた？ そうか、私はここを知っている。ここをというか、こういう場所知ってる。下にかがり火があるわ。全力で向こう側行きたいな。これ落ちたら死ぬ？やってみよう。ちなみに猫の指輪つけてるからですよ、やってるの。はい、ボンファイアレッド。つきましたよ。変装でよろしくお願いします。マデューラまで。飛ぶぜ、おい。ということで、マデューラまでも踊ろう。ふう、とりあえずファロスの石を手に入れて、OK。それ以外は、かがり火をいろいろと見つけたので、それも OK。 進行できる場所が増えたよ。やったね。ってことで、ジャガの指輪を装備したいんだけど、70%超えるので無理なので、とっととこの刃の指輪をセットだ。これでレベルが上げられたらよかったんだけど、上げられないので、ちゃちゃっと進行しよう。さてさて、ではこちらの前に見た隠れ港の方に実はまた行きたいと思います。理由としては、ここでね、知り合いからちょっと忠告をもらって、ここら辺で取り逃してるアイテムがあるよとのこと。まあ、何を取り逃してるかというと、でかい特大剣、バスタードソード、前から欲しい欲しいって言ったじゃないですか。ここら辺に確か一つあるよとのこと。探してみよう。だいたい場所は聞いたのですが、なんか商人さんが実はいるらしくて、俺が見落としてる。その商人さんの周りに宝箱があって、そこにあるよとのこと。どこさ、商人。で、まあ、上登ったところもどこかみたいな感じのことを聞いたんだけど、まあ、探すしかないよね。ヤクしか聞いてないからな、場所。
はい、でも無駄にダメージ蓄積してるな俺。はい、回復。こっちにあるとかそういうネタはないよね。うん、違うな。多分登った後なんだよな。光を怖がるでかい手の長い化け物いるじゃないですか。あいつらが出てくる場所にいるとのことなので、あいつらが大量にいるんですよね、その小児さんの周りに。すげえ外しまくってる主人公、さすが狙ってないだけはある。はい、オッケー。今回探索がメインなので別にダメージを食らってしまって、もうあんまり気にしない方向で行こう。さて、近くにあの手の長い怪物が大量にいる、どこのことだろうか。これ確か犬っころも出るよね。出た出た、犬っころ。カモンボーイということで、こいつをしばきまくろう。アイテム入手、ゆえも知らぬ不死のソウルってことで上だ。おっと、犬さんが来てる音がするね。しかし何が嬉しいって、このボウガンを、クロスボウをね、結構有効活用できるようになったのが嬉しいな。お、シュミッターだ。いいね。ちょっと惜しかったんだ。さて、あの手が長いやつが出てくるってことはまだ先の方だよな。主人公があさっての方向に。はい、オッケー。狙うな、主人公、上登るのだ。さて、まず長いやつがいるってここだよな。あそこの2階？どっかの建物の2階みたいなことは聞いたけど、暗いところ嫌だな。まずはあいつ始末しよう。こいつら本当エイム力高えよな。俺も FPS でこのぐらいのエイム力があればな、多分あっても速攻で死ぬんだろうな、俺。なぜか本当はあの一発目の攻撃がかすりますよね。かすりますっていうか当たんないっすよね。やばい。さすがに2体は多い。出血した。出血してしまったよ。エストビンナウ。逃がすかよ。ここかな。また出血だ。エストビンを全部使ってしまった。そうか、扉開いてるから向こう側のやつが来たってことか。入った。出血したはいいが、雫石1個飲んどっか。探索のためとはいえあんまり使いたくなかったな、このリソースは。まだ1体いるじゃないか。数が多いぜ。叱らせたいな。嘘だろ。とりあえず当たってしまったものはしょうがないので。はい、よける。はい、いやー、これ使っといてよかったよね、雫石。はい、もう1本。俺のフード、ここか。ここなのか。でもここ来たことあるんだよね俺。でいなかった覚えがあるよ。ただ大量にこいつがいるところってここしか思いつかないな。いねえよな。あ、嘘でしょ。隣に宝箱あったのに取らなかったのか。あ、グレートソード、これだ。これだけど売ってるやついなくね。売ってるやつどうしたの。何、場所移動してるってこと？売ってるやつは。ようわからんけど、まあいいや。さて、ちょっと見てみましょう。グレートソード、素晴らしい。これですよ。これが欲しかったんだ。あー、筋力足りてねえ。足りてねえ。重量高え。22？ 嘘でしょ？ 22？ 22 はちょっと重いかな。さすがに両手で持っても重いかな。あ、両手だとさすがに持てる。何これ、優秀。振り早い。もっと時間かかるもんとばっかり持ってたのに。さすがに強攻撃は時間かかりますね。スタミナの消費はどのぐらい？あ、がっつり持ってかれるわ。月か。これ変わんねえよな。で、ダッシュ時に攻撃は同じか。
叩いて引き上げる。使える使えるが、まだな、まだまだね。これを取るかこれを先に取るかだよな。これ180なんですね、語彙力。ほとんど重量変わんねえのに今使ってるやつと。あ、ごめんなさい、嘘です。ちょっと変わります。ちょっと重いわこれ。今のより結構がっつり重いわ。グレートソードとりあえず取って、大体どのぐらい筋力が必要なのか分かったのはいいんだけど、28か、まだまだですね。とりあえず体力から先に強化して、いろいろと装備を整えてから来るようにしよう。さて、機関の骨を使用して戻ろうか。はい、戻りますよ。いやー、いいねー。こうやって装備が充実していくと本当に助かるぜ。我が知り合いをサンキュー。いや、しかしこういうね、まあ結構発売されてから時間が経ってるゲームを情報などを見つつっていうとおかしいけど、情報などを入手しつつプレイするのはなかなか面白いですよね。漠然と言われただけでもここら辺かなみたいな感じで探していくと楽しいですね。さてと、では強化だ。体力でちゃちゃっと装備できるようにしたいので、これを上げましょう。体力どのぐらいにすればいいんだろう。前回も体力バカになってたんだけど、実はあと思ったんだけど、俺レベル結構高いよね今。何、もう57ですよ。前作は100レベルになる前にクリアしちゃったんだけど、もう半分越してるってことになるよね。レベル高いんじゃねえのか。俺上げすぎたかな。結構20になっているところも多いしな。ちなみに適応力ちょっと上げたいんだけど、臨床を上げるためにね、適応力を上げたいんだけど、ちょっとな、耐性系がまんべんなく上がるのは嬉しいんだけど。さて、では今回は探索会といった感じになってしまいましたが、今回は一旦ここまで。次回はとりあえず前回着いたところですね、あそこを進行していきたいと思います。ここですね、忘却の牢、ここをもうちょっと進行したいと思うよ。聖人墓所とクズ底というところを通ったのもいいんだけど、こう明らかにおいおい行くところだと思うので後にしましょう。隠れ港はとりあえず行ったので、あとここの行っていないところに行くっていう手もありますけどね、先にここをちょっと探索しようぜ。ってことで今回はここまで。また次回でお会いしましょう。ホビドアでした。